ブレンダースカルプドの使い方。今回はブレンダーのスカルプトツールの使い方を紹介します。スカルプトの用途は主に2つです。ポリゴンモデリングの頂点編集、スカルプトによるモデリング、この2つのための機能と使い方について解説します。スカルプトの下準備。ブレンダーを起動し、 Shift A で立方体を作成、画面上部のスカルプティングを押します。するとスカルプト用の UI 配置になります。Z2 キーでマテリアルプレビューに切り替えて見やすいビューに変更。もしオブジェクトモードのままの方はこちらの画面左上の対話モードよりスカルプトモードを選択してください。これでスカルプトの下準備が完了です。スカルプトの頂点編集。ブレンダーのスカルプトモードでは特別な設定を入れない限り頂点は増えません。なのでブレンダーのポリゴンモデリングの際に細かな頂点を編集するのに役立ちます。まず頂点を見やすくするために、この2つの丸のマークの横の下矢印を押してビューポートオーバーレイを表示。そしてモデルの頂点を見やすくするために、ジオメトリーの中のワイヤーフレームにチェックを入れます。そして任意のブラシを選択します。ここでは A キーを押して変化が分かりやすいスネークフックを選択しました。この状態でモデルの頂点を狙ってクリックしてマウスを動かすと、スカルプトでモデルの頂点を編集することができます。これはプロポーショナル変形ではできないような細かな形を調整する際に重宝する機能です。ぜひ皆様もご活用ください。スカルプトのモデリング、粘土のようにモデリングするにはポリゴン数を増減させる必要があります。ここでは全体のポリゴン数を増減させる方法と、ブラシで描画した部分だけのポリゴン数を増やす方法を紹介します。まず全体のポリゴン数を増減させる方法ですが、 Shift R キーを押します。そしてマウスを左右に動かします。これで分割の細かさを決めます。次に分割の細かさが決まりましたら、コントロール R キーを押します。するとその細かさで面を分割することができます。この状態でブラシで極端な変形を加えると、このようにポリゴンが歪みます。このような強い歪みが生まれた場合は、もう一度コントロール R を押すと再度ポリゴンを細かく分割することができます。これを繰り返すことで粘土のようにモデリングすることができます。次にブラシで描画した部分だけのポリゴン数を増やす方法ですが、コントロール D キーを押してダイナトポを有効にします。注意書きが出てくるので OK ボタンを押して、この状態でブラシで描画すると描画を入れた部分だけポリゴン数の分割が増えます。ダイナトポの分割の細かさはこの画面右上にあるダイナトポのディティールサイズで調節できます。仮に6と入力してスカルプトすると、このように分割の細かさが増えたことがわかります。これでブラシで描画した部分だけのポリゴン数を増やしてスカルプトできます。ブラシの挙動について、普通のクリックでプラス方向の効果、コントロールクリックでマイナス方向の効果を得られます。膨らますブラシの場合は通常のクリックで膨らみ、コントロールクリックでへこみます。主要なブラシ紹介。 C キーのプレイ、 X キーのドローは面を盛り上げることができます。コントロールクリックを使った場合は面が盛り下がりへこんでいきます。 I キーのインフレートは内側から膨らんだような表現ができます。このように面が膨らんでいきます。コントロールクリックを使った場合は面がへこんでいきます。へこませすぎると貫通するので注意してください。 Shift S キーでスムーズ、これは面の凹凸を軽減し面を滑らかにすることができます。コントロールクリックを押した場合、エッジが際立っていきます。 K キーでスネークフック、メッシュを伸ばすことができます。コントロールクリックを押した場合はへこんでいきます。 Shift S0キーでポーズ、これは面を曲げることができます。コントロールを押しながらクリックした場合は面をねじれます。 Shift S Shift 7キーでマスク、これを使うことでスカルプトで影響を受けない範囲を決めることができます。この状態で仮にスネークフックをした場合、このようにマスクがかかっている箇所はスネークフックの影響を受けません。マスクは A キー、6キーで削除できます。他にも A キーを押すとマスクの反転やマスクの拡大縮小、コントラストの増減、スムーズやシャープ化などの設定ができます。便利なのでご活用ください。以上で主要なブラシの紹介が完了です。ブレンダーのスカルプトには他にも Shift Space Shift 5キーのクロスという布の動きを表現するブラシがあります。他にも便利なブラシはいっぱいあるので、興味がある方は使ってみてください。ブラシの調節方法、 F キーを押してマウスを
左右に動かすことでブラシの半径を変更、シフト F キーでブラシの強さを変更、減衰より強さの減衰の型を変更。このようにシャープなどに切り替えてシフト F キーを押すと減衰の仕方の形が変わったことが確認できます。マウスを右クリックしてブラシに合わせた設定項目を出現させ調節できます。大きさや強さ、その他ブラシによって異なる設定が出てきます。そして画面上部のこの X を押すとブラシの動きが左右対称になります。まとめ、ブレンダーのスカルプトの使い方について紹介しました。ブレンダーのスカルプトは造形作品を作るだけでなくポリゴンの頂点編集に便利な機能です。ぜひご活用ください。またスカルプトでポリゴン数を増やして作ったモデルはリトポロジーという面を貼り直す作業が必要になります。頂点数が多い状態ではそのままゲームエンジンに読み込んだりできないので注意してください。以上になります。今後も VR チャットアバターを想定して 3DCG でキャラクターを作りたい人向けに有益な情報を発信していきます。この動画が役に立ったためになったという方は高評価ボタンとチャンネル登録お願いいたします。よろしければ Twitter の方もフォローしてください。以上、ご視聴ありがとうございました。